紅葉なら阿蘇、緑いっぱいの阿蘇も秋になると山肌が赤や黄色に染まります。外輪山の山あいにある大自然の中の深場地区、菊池阿蘇スカイラインを菊池方面へ進むと広葉樹の森に入ります。また山並みに続く黄金色のススキの絨毯が秋風の演出により大きな波を作り出します。紅葉とススキ、風のハーモニーが見せる絶景は必見です。阿蘇五岳の一つである猫岳はシーズンになると山肌一面に落葉樹の鮮やかな色が混じり合います。赤、黄色、オレンジ、緑と見事な彩りを見せます。特に天狗峰を望む景色は必見です。11月に見ごろを迎える猫岳ですが、紅葉の最盛期は短いと言われているので、この時期を見逃さないよう早めに予定を立てることをお勧めします。古風な佇まいの中に見る紅葉、二重の峠を下った先にある的石お茶屋跡、豊後街道の二重の峠を下った参勤交代の一行が休憩をとっていた屋敷跡で、今でも庭園と建物が残っており当時を忍ばせます。また湧水も有名で、熊本名水百選にも選ばれています。清らかな池に映る紅葉の美しさをぜひご堪能ください。